ちょっと時間ギリギリなのですいません。開始していきますね。じゃ、今夜もよろしくお願いします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。赤帽のキックオフ第4回目、始めてまいります。前回は、競技のフィールドについて、ご案内いたしました。で、今日はですね、第2条、ボールについて、お話ししていきます。で、まあ、第1条の競技のフィールドに関しましては、審判員は必ず、まあ、短い時間でも構いませんので、必ずフィールドの点検、これを行ってください。まあ、最低限、ゴールの設備、まあ、コーナーフラグポストですね、その辺を必ず確認をして、試合に臨んでください。で、試合において欠かせない、まあ、道具といいましょうかですね、ものとしてはボールがあります。で、これには、大きく分けて、ボールの大きさで5号球と4号球があります。で、4号球と言いますのが、ちょっと小さめで、まあ、フットサルともほぼ同じなんですけれども、小学生以下の子供たちが、用いるボールの大きさになります。ちょっと可愛らしいと言いましょうか、ちっちゃなボールです。それで中学生になって、初めて中学生以上からが5号球というボールを用います。これも大人の、試合でも、まあ、ワールドカップでも、その5号球という大きさのボールを使います。それで、まず、審判員はですね、試合会場についてミーティングが終わりましたら、必ずその本部、ボールの用意をする、まあ、担当のチームですけれども、そこからボールを受け取ります。それでそのボールが、試合に適した状態になるように調整します。これも絶対にやらなければいけないものですので、そのためには2つ最低限用意してください。1つは空気入れ。そしてもう1つは空気圧計。この2つはもう絶対に用意してください。試合会場でもありますけれども、確実とは言えない場合もあります。なので必ず審判員が持参をしてください。ちっちゃな空気入れで、数百円のものもありますので、用意はそんなに難しくありません。ただ空気圧計に関しては、そうですね、2000円ぐらいから、まあ、数千円かな。ちょっとまあ、高いですけれども、まあ、数年使うと考えれば、まあ、平均して、まあ、減価償却できると言いましょうか。安くもなりますので、ぜひご用意ください。それで、ボールの大きさなんですけれども、それが競技規則第2条に規定されておりまして、外周が68センチから70センチ。それで、大事なのはですね、重さです。これが、試合の開始時に410グラムから450グラムまでの範囲にあれば、OK ということになります。で、空気圧なんですけれども、これが0.6から1.1気圧。まあ、数字で言うのは簡単なんですけれども、まあ、これはまあ、空気圧計とかがあれば、簡単に、わかります。で、足りなければ補充をしていくという形になります。で、こういった外周とか、重さ、重量、あと空気圧なんですけれども、実際、試合で使われるのは、工場で作られたボールですので、検定済み、もしくは承認済みの、まあ、ちゃんとしたボールです。ですので、さっき申しました、外周とか重さに関しては、特に
特定する必要はありません。もう、承認済みとして、販売されていますので、で、問題なのが気圧です。大体通常、0.9または1.0で、大体の試合は、そのボールの空気圧としては入れてます。ですので、まあ、女子ですとちょっと衝撃もありますので、まあ、0.9から0.8ぐらい。で、少年ですと、まあ、小学生の場合ですと、さっきも言ったちっちゃな4号球。それですと、だいたい0.6から0.7ぐらいですかね。その大会によっても違いますので、ちゃんと大会要項を確認して、規定の量を入れてください。それで、あと、ボールに関しては、まあ、通称、試合球。で、もう一つ、試合で現在使われていないのが、予備球というのがあります。で、ボールに関しては、主審の管理下に置かれますので、例えば、ボールが外に出てしまって、選手がですね、本部にあるボールを使おうと思っても、それは、すぐには認められません。主審の承認がなければ、別なボールに変えることはできません。ので、まずは試合に、キックオフで用いたボールを使います。で、勝手に違うボールを使って、試合を再開させると、まあ、場合によっては警告される場合があります。イエローカードが出される場合があります。ので、審判員も、予備のボールが使われないように、事前に、こう、注意を払っておきましょう。で、こういったその、大体2つ以上のボールを用意するんですけれども、マルチボールシステムというのがあります。よく J リーグとか、大きな大会になりますと、周りにボールパーソンを配置して、ボールが外へ出てもすぐにまたボールが供給されて、試合時間のロスが極力減らせるようにということで、6球から8球ですかね。その大体会場によっても違いますけれども、外側に配置されていて、それでボールが思いっきり蹴られたりとかしても、すぐにボールパーソンを中に入れてくれて、試合の再開がスムーズになるような、そういうシステムを取っている場合もあります。で、そういった場合も全てのボールに関して、気圧をしっかり測って用意してほしいというところでやります。で、また、ボールに関しては、昔は、縫い目が、よく見られるものがありました。ところが、まあ、技術の発達によって、その縫い目が見られなくて、その圧着式になった、革と革同士を、こう、境目を圧着したりとかですね。そして、よくよく空気抵抗をなくすような、そういうボールが、まあ、開発されていて、もう、そうです。数年前からですかね、使われていまして、非常に無回転シュートとか、まあ、ありましたけども、そうするとボールがブレたりとかですね、非常に、キーパーにとっては、取りづらいような変化を起こすことも、出てきました。より取りづらいものですね、になってしまったりもしています。で、このボールなんですけれども、まあ、滅多にはないんですが、もし試合中に破損した場合、例えばその、ボールの、革ですね。が破れたりとか、もしくはパンク、破裂したりした場合は、どうするのかっていうことも、競技規則には書かれています。その破裂したり、まあ、故障というんですかね、した場所から、ドロップボールで再開する。で、ドロップボールって何かって言いますと、大体そうですね、主審がボールを持って、手に持ってですね、大体その、腰の、あたりから自然に真下に落っことします。それがドロップボールです。まあ、不測の事態が起きた時とか、まあ、他のところでもまあ、お話はしますけれども、まあ、攻撃の起点が変わってしまったりとか、別な反対側のチームが奪い取ったとかですね、そういった場合にドロップボールっていうふうになってしまいます。審判にぶつかったりとかですね。そうした場合に。昔は審判にボールが当たっても、まあ、石ころのような扱いで、何の問題もなく進められたんですけれども、ちょっとまあ、それが競技規則改正されて、ドロップボールになる場合がありますよ、ということになっています。
で、あと、再開の時、例えばスローインとか、ゴールキックとかですね、その時に破損してしまった場合は、まあ、ボールを研ぎ替えて、その時の再開する方法で行うということになっています。で、またちょっと難しいのが、PK になった場合、PK になった時に、キッカーが蹴って、それで破損してしまったと、まあ、そうです。タンクですね。破裂したとかですね。そうした場合は、ゴールキーパーも触れずに、またゴールポストとかバーにも当たらない、その、蹴ったところからの11メートル以内の間での破損の場合は、やり直しになります。キーパーが触ってしまえば、まあそこで終わってしまいますけれども、一応まだ届いてない間での破損であれば、やり直し、ということになります。で、私前回ですね、ちょっと共有画面にしまって、一番最後次回の目次を出すのを忘れてまして、一応、これが前回最後にお出ししたかった画面でした。で、今日もですね、ちょっと画面を出し忘れましたけれども、第2条のボール雑談予告という形で進めてまいります。で、どんなボールを使うのということですけれども、そうですね、最近ですと、人工芝用のボールとか、というその、グラウンドに合った、性質のボールも販売されています。製造されています。で、規格に関しては、さっき申しました外周とかですね、重さ、気圧、これを気にしていただきたい。特に気圧ですね。これは空気圧計でもって、減らすことはできますけど、増やすことはできないので、一応まあ、その目安として測ってください。また、高価なものになりますと、空気入れとか気圧計が一緒になったものもありますが、そんなの、高いものを買わなくても大丈夫です。ということで、一応、ボールに関しては、まあ、そういった形で、お話ししていきます。で、次に雑談に入りますけれども、まあ、審判員でちょっとまあ、ボールとは違いますが、時計を押していきます。時計は、右腕、左腕、それぞれに一つずつ着用していきます。と言いますのも、まあ、片方が、まあ、電池切れとかで、切れてしまった場合には、もう一つで、なんとか計測していこうということで、まあ、予備のような扱いですね。それとか、まあ、ロスタイム、保持、ロスタイムと言いましたけれども、アディショナルタイムの測定にも使われます。で、私が試合の時に常に使っていますのが、2006年のドイツワールドカップの時に製造されたカシオのファイズというメーカーの時計です。で、これがその時計ですね。で、これはですね、一つの画面に二つの計測が表示されます。で、一つがランニングタイムでそのまま動き続けるページと、もう一つが何かが起こった時に時計を止めて、また再開させる。それの繰り返しのできる機能がついてまして、それを一つの画面で見ることができるので、瞬時にこう、残り何分だなとか、そういうのを計測しやすくなっています。で、今までは両腕をこう、まあ、クロスと言いましょうか、立てて、何分何分ってことで、こう、頭で計算していったんですけど、なかなかこう、瞬時の計算になりますので、時にちょっと1分ぐらい間違えちゃったりもすることもあります。本当は3分なのに4分って言っちゃったとかですね。ちょっとこう、カウントダウンとランニングとの差をちょっと計算間違えするようなことも正直ありました。まあでもこれの場合は、この時計は、同じように進む時計ですので、非常に計算しやすい。ただもう今市販されてないようで、中古品が、まあヤフオクとか、まあネットで若干出回るくらいですので、あと他にもしこの機能があれば、そっちの時計を使った方がいいかなと思っております。で、審判にとって、このボールに関してですけども、まあ冒頭も申しましたように、ボールが遠くへ蹴られてしまったりとかした場合に、
よくチームからボールを出せとか要求されますけれども、それは、まあ、審判員主審の裁量で決定されるものですので、試合がスムーズに、進行するように、まあ、いろいろ工夫をしてください。絶対にこう出さなきゃいけないというわけでもないですし、出すべきものでもありません。すべては主審の裁量、この試合の雰囲気とかですね、それを見極めていただいて、うまく進行していって、両チームのストレスがないようにしてください。ということですね。で、またその、草サッカーレベルですね、になっていきますと、練習で使った泥のついたボールとかですね、汚れたボールを出してくるチームもあります。ただ一応、都道府県レベルの、まあ、公式戦になりますと、大会要項等で、毎試合1個ニューボールを出してくださいという規定もありますし、ですね、上の大会行きますと、それなりの品質を保ったボールが出てきますので、その点では安心です。ただ、市町村レベルになりますと、ちょっとチームによっては、まあ、どうかなっていうボールも出てきますので、それはよく見て、破れてたりなんかした場合には、別なボールを持ってきてくださいよ、というとかですね。そこはちょっと、審判員のセンスに任せます。こういう場合もありますね。で、先日ですね、ちょっと話は取れますけれども、水曜日のブランチという、まあ、FM 宜野湾で番組をされている、里見さんからですね、高坊さんはどうして、屋外でサッカーやってるのに、肌が白いんでしょうか？というふうなことを言われまして、まあ、日焼け止めクリームは、まあ、塗ってますし、とかという話もしたんですけれども、よくよく考えますと、私のこの室内の照明器具のせいでもあるのかなという形で、一応首から上は、審判ウェアの、形の通りに焼けてます。で、あと、腕時計をしている手首に関しても、日焼けする部分と、その時計が、装着されている部分とでは、色がもう全く違ってまして、色っぽくなってます。なので一応実際にお会いしてみたら多分色の違いがわかるかなと思っておりますので、いや、白ければ白いでいいんですけれども、一応まあ日焼けはしてます。で、今日実はですね、収録日なんですけれども、なんと女子 FIFA ワールドカップとニュージーランド大会が開幕いたしました。そこで、なんと日本、の女性審判員3人が、その開幕戦にアポイントを受けて担当されました。で、主審は山下良美さん、で、副審が坊薗真琴さん、そして手代木直美さん。で、最初の2人は東京都の、まあ、所属なんですが、手代木さんは北海道の所属です。北海道の出身ですね。で、この3人が見事に開幕戦を、ジャッジしまして、非常に見ていて、あ、良かったな、というふうに感じました。前回の大会よりも非常に自信を持って、ポジショニングもしっかりされていて、いや、すごい頑張ったんだな、というふうに見ました。で、一つ変わったのがですね、VAR の時、判定で、例えば、ペナルティエリア内でハンドがあった。でも、それを主審が見逃してしまったと。そしたら VAR の方で、これはハンドじゃないかということで、まあ、主審に確認と言いましょうかですね。見てほしいということで、オンフィールドレビューということで、第4の審判員の座席の真後ろあたりに、テレビの映像の、まあ、装置ですかね。それが置いてあります。で、そこに行って、主審が見て、いろいろ更新しながら、決めるんですけれども、その後、またフィールドに戻ってきて、VAR の長方形のジェスチャーをして、そうすると、今度は場内に、マイクでこう、今の審議の結果を言うことになったんです。
で、今日も実はそのハンドというのがあって、で、それを一応日本語に多分訳すと、VAR チェックした結果、ペナルティですよって、ペナルティキックですよということで、それをこう、英語で話されて、そして、判定が PK となったということで、今回から簡易に、簡便にこう、場内に、スピーカーを通して、その結果が知らされるという試みが採用されたようです。非常にびっくりしました。今まではもう、こういうジェスチャーをして、それで、この判定に行ってしまうという形だったんですけれども、なんと場内にも、これこういう理由で、こういう判定ですというのを簡単に説明することになったようです。なので、今後の試合、もしテレビで見ることがありましたら、そこもまあ、楽しんでいただきたいということなんですね。まあ、本当、開幕戦はあと、男性で言えば、西村雄一さんが、昔、ブラジルワールドカップの時に担当されたということもあって、まあ、日本の審判員のレベルが、FIFA でも、まあ、評価されたのかな、というふうに感じております。非常に素晴らしいです。で、私も、ちょっとだけ自慢ですけれども、山下さんと一緒に組んだことがありますし、大園さんともございます。非常に、賢い方々で、すごくセンスのある女性審判員です。すごいとした言いようがありません。もう、ここまで来ました。それで、もう一回ちょっと画面を戻します。で、次回の、まあ、予告予定ですけれども、次は第3条の競技者という項目に入っていきます。で、それから雑談。そして、まあ、また予告のことをお話します。まあ、この競技者っていう表現が非常にこう、硬いなーって、前々からずっと思ってたんですね。で、よく一般的に選手でいいじゃないかと思うんですけれども、まあ、日本語訳されると、まあ、競技者っていう形になってしまうんですね。なので、まあ、なかなか一般の解説者でも、実況の方でも競技者とはなかなか言わないですよね。なので、なんかこう、まあ、専門用語とその実際とのちょっと、まあ、乖離じゃないですけれども、なんか、違和感を感じるなと、個人的には思っています。もういろんな、まあ、当然その業界業界によって、ね、専門用語があるので、まあ、なんとも言えないですけれども、個人的な感想です。で、この残り番3組分です。では、メッセージや質問を募集しております。何でも構いませんので、何か気になる点がございましたら、メールで、お送りください。メールアドレスが、797-FMGinowan.com でございます。よろしくお願いいたします。で、あと、ラジオは、電波79.7で、聞けるのと、あと、マイチューナーラジオとかですね、リッスンラジオでもお聞きいただけますので、スマートフォンをお持ちの方は、そちらでもお聞きいただけます。あと、まあ、YouTube ですと、画像とかですね、そういうのも交えながらも見られますので、参考になればと思っております。で、本日は第2条のボールを中心に、そして、本日開催されました、女子の FIFA ワールドカップ開幕戦のことで、日本人の女性審判員3人が、担当されたという非常に素晴らしい、栄誉と言いましょうか、活躍ですね。こちらもご案内させていただきました。で、また VAR でもちょっとした、まあ、改善点ですかね。出されてスピーカーで場内に結果を知らせるということで、さらに、まあ、楽しみというか、醍醐味が増えたのではないかなと思っております。で、本日は、以上で、終了となります。お聞きいただきまして、ご覧いただきまして、ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。では失礼いたします。
今度は逆にパソコンからの声が聞こえ、ちょっと待ってくださいね。MacBook のスピーカーになってるんですけど、なんでだろう。ちょっと調子悪いですね。じゃあレコーディングも終了して、収録終了しますね。ありがとうございました。